皆さん、こんにちは。臨時記者会見を始めさせていただきたいと思います。東京ションまであともう少しですね。はい。えー、2月の行動制限についても、まあ、まあ、最近クラスターも減ってはおりますけども、変わりございません。まあ、言うとすれば、来月、千葉に行くことを検討しております。まあ、日帰りですけどもね、止まらず日帰りで行く予定でございます。 愛嬌ボーイ、私の大好きなユイさんにお会いするのが一番の夢でございます。はい。まあ、東京クレーション終わったら、まあ、ボーギングも。山形ファミリーボーイのチャレンジマッチ、姫路由来はチャレンジマッチ、川崎はチャレンジマッチ。4月にツアートーナメント。えー、5月にもツアートーナメント。えー、山形米沢ですね。はい。確かに米沢は一番遠いですけどね。はい。 まあ、焦らずゆっくり頑張っていきます。以上です。バイバイ。